前科3番893番ちょいき太郎です。今はね6月4日の13時1時ですね。もうこれもう各メディアがガーシー逮捕ということで報道しております。おそらくこれはもう、成田について署に連行されるということを想定して喋っていますので、なぜかって言ったらこれ説明しますね。はい、まあ元参議院ね、ガーシーこと東谷義和さんが帰国して逮捕されましたって言っときましょうか。まあ逮捕っていうのはでも警察署に行って逮捕ですから、まあ逮捕ということになってるんで、そういうふうなお話をしておきます。まあドバイでは日本の警察は手が出せませんが、自らこの帰国を選び逮捕されたということですね。ドバイで日本の警察の権限が通じないのは、まあ私の動画でも、説明しておりますので、もしよければね概要欄にリンク貼っておきますんで見ていただければ、なぜドバイでは逮捕できないのか、日本に帰国してからじゃないと逮捕できない、まあそれは分かってますよね。逮捕状が出てるのでドバイではできませんよと言っていたことはまあ確かだったと。そりゃそうなんですね。でこのガーシーさん何で逮捕されるのかということを説明しますと、常習的恐喝罪、あんまり聞いたことないですよ正直言って。私も長くこういったことを携わってますし、警察あるいは刑務所で常習的脅迫で恐喝罪で逮捕って聞いたことないですね。で逮捕状の容疑は強要、名誉毀損、威力業務妨害に加え暴力行為処罰法の常習的脅迫、なんかややこしいですね。逮捕状の容疑もう一回いきますよ。強要、名誉毀損、威力業務妨害に加え暴力行為処罰法の常習的脅迫行為ですね。最高刑で懲役5年に処される常習的脅迫罪が最も重いということなんですね。まあ最高刑だからって5年打たれることはまずないので、はい、そうなんですね。で強要、名誉毀損、威力業務妨害は最高で懲役3年止まりなんです。で通常の脅迫罪であれば最高で懲役2年、しかしですよ、ここなんですよ。常習的脅迫で起訴されれば有罪になれば執行猶予がつくか否かに関わりなく、まあこの実刑になる可能性が高い。でしかも申告罪ではないので告訴がなくても起訴できるということになっているんで、まあこれお上はねもう絶対に刑務所にぶち込んでやるぞという並々ならぬこの罪名だけでわかるんですよ。持てるだけのことのことを持ってこの法律で駆使してきてると。まあ前後しますが、じゃあそれだけのことをガーシーさんがやったのかということなんですけど、まあね被害届が出ていて、それをそういうふうにお上はそういうふうに取ったわけですよね。これはそれだけの重い罪に該当するということね、私ちょっとすごいこう、嫌味っぽく言ってますが、ただしですよ、皆さんよく聞いてくださいよ。このガーシーこと東谷さんね、まだ東谷さんという言い方をしておきますが、まあ容疑者、東谷容疑者、犯人東谷義和なのか、まあいいですわ。ガーシーは罪に問われていることは確かに間違いないんですけど、彼にはね本当にここに至っては大きな功績もあるんですよ。あのジャニーズの件に関してはこのガーシーが正しかったと言わざるを得ませんね。まだ記憶に新しいですねこれ。っていうかまだ終わってないですね。なんかもうなかったことのようにしたいのかもしれませんけど、そんなわけにはいきませんよ。このジャニーズのね件先駆けて追及したのはこのガーシーさんですよ。昨年のね2022年11月、元ジャニーズジュニアのカウアン岡本氏がこのガーシー容疑者とコラボしたことがきっかけなんですよ、なんと。でこの告発をきっかけに今年3月にイギリスの BBC がドキュメンタリーで番組で取り上げ、火がついてこういった形、今このジャニーズの問題が紛糾して、ジャニーズの社長が頭を下げるっていうか、よくわからない会見をし、その後にまた他の人たちが後に続いてるという状況で、まあこれは収まることはないと思いますよ。これはまあ大きな問題になっていきますし、これで収まることはないと思いますなんですよね。そういった意味でのこのガーシーの功績はあるわけですよ。長年何十年もみんなわかってて、私自身も言えなかった、言えば潰されるんで、すごい勢いでなんかジャニーズの悪口っていうか、悪口じゃないですよ、事実を言った時に、私は民事事件でこうなったっていうことを言った時にわーっと来て、なんかそんなこと言うんじゃないみたいなね、いやいやいやもうこれ触れないでこうというふうに思って、それがまあ潮目が変わったきっかけっていうのは、これはこのガーシーの告発っていうか、これがなければこういうふうに表に出なかったっていうのは間違いない事実で、それはそれ、これはこれなんですよね。でさあ今回のこのまあネット上での脅迫行為っていうことは確かに大きなことかもしれませんが、これで実刑はない。普通で考えたら、普通だったらもう20日拘留でっていうようなことになるんだけど、
これで実刑持っていって、でも執行猶予がつくのは間違いないとは思いますよ。これどういう形にしていっても、これで実刑はさすがに持っていきようがないと思うんですよ。まあ何がしかの話ができてるか、ドバイにいてもドバイに日本の警察が入って、例えばガーシーと面談をするなり何なりしたって、そこでどうであったって逮捕はできてることはできないんで、何がしかの話し合いが持たれたのかもしれません。でこうこうこういう理由でっていうことで、まあ帰国してっていう形になっていったんじゃないですかね。だってちょっと違いますよね。あ、他のなんか最近海外から輸送される犯人たちとは、まあ、まだ画像が出ておりませんが、もう今これおそらく夕方ぐらいに、成田に着いて、19時そこからの19時ぐらいにはどこかの警察署に、まあ、収監されると、ね、留置されるっていうことになると思いますが、まあここで一旦罪を清算すればガーシー自身は日本で活動できるわけなんで、もうそこを本人は腹をくぐったのかもしれませんね。ずっとドバイにいてもっていうこともありますし、どうやらその兆候は見られるようで、昼に上げたやつを見ると最近のあのガーシーの配信っていうのが止まってて、その関係者の人たちもインスタを止めたりっていうことがあったので、そういうことじゃないのかなっていう気はします。はい、なのでまあここで一回このことさえクリアすれば、また日本で何らかの形で活動できるし、やはり日本にはねでいる、いたいでしょうしね、普通で考えれば。まあただね、ここはね、私今回の件はね、いろいろただ陰謀論めいたようなことだったり、これ3時にね、今日の3時15時に猿之助さんのね件をね上げましたね。そろそろ逮捕じゃないかっていうことだけど、この猿之助さん擁護に自民党が動いてると間違いないですね。この歌舞伎のなんとかなんちゃらなんちゃら連盟だかって言っていうことで、なんかうやむやにしようとしたけどうやむやにできなかった、そろそろ逮捕ってここに持ってきてる。いや、これで万が一明日ぐらいに逮捕となると、猿之助さん逮捕なんていうのが薄れるんじゃないかと、そうやったなんか勝手に推測、まあ私が思ってることだからなんか自由なんで、別にそんな風に思ったら、まさかそのようになったらすげえなと思って、何にもこれ情報ないですよ。これは情報ないです。単純に私の空想ですわ。だってこれトップページでバーンガーシー逮捕ね、明日か、まあ多分日曜日の逮捕はね猿之助さんないからな、そうすると絶対薄まるんですよこれ、猿之助逮捕は。だからそういうことで何かうまくやれて、そうなってたらなんか闇は深いな勝手に闇が深いようにしてるんだけど、だけどどう考えたって、でもちょっと待ってくださいよ。でもどう考えたって確かにガーシーがやったことはその罪に該当するっていうのを分かりますよ。でもその被害に遭われた人って別に亡くなっているわけじゃない。でも猿之助さんのお家からはお父様お母様がお亡くなりになって、ご遺体で出て、まあお父さんはそこでか、お二人の方がこの死に至るようなことが起こってるってことは、どちらを比重にかけるかって言ったらね、ここがこのね今後日本の報道とその司法の在り方っていうのは、そういう見方をしていったらね、じゃあまあ、亡くなってる方がいるの面白いと言ってはいけませんけど、興味深いですね。どういう風に扱うのか、ここをねちょっと本当にじっくり見ていって、どういう風になっていくのか、もう本当にこれ開けてね、じゃあこれお楽しみと言っちゃいけないんだけど、客観的に見てこれどういう風に動くのかっていう風にはね、非常に興味深いというお話です。以上です。